第5章あるべき姿知恵からの中道を目指せ1光明思想の問題点元首相の能力的限界2000年の春小渕首相が突如脳梗塞で倒れ政権の交代という形になりましたがそれを見ていていくつか感じたことがありますお 遠いところから見ている人利害を持たない人からすると本人や周りの人にはわからないことがよく見えるのです現職の首相が在任中に倒れるということがなぜ起きたのでしょうか。直接の引き金としては薄山の噴火など人力ではいかんともしがたい災害があったり自由党との連立解消があったりして振動が重なったということが言えるでしょうまた 当時、永田町界隈では財政赤字をたっぷり作ったために罰が当たったのだ不国有徳ということを唱えながら邪教と組んだのではそもそも有徳というのは崩れているではないかその毒が回ったのだなどという話も出回っていましたいろいろな見方考え方はあろうと思いますがそのような見方を別にすればやはり能力の点で限界が来たというのが。 私の率直な見方です1期目は予想外に頑張ったといえますが総理というのはやはり実力がないと務まらない面があり2期目に入って隠された分不相応の牽制力が現れてきたために世間の目も厳しくなったのですそのように実力的には能力が尽きてきていたのを沖縄サミットなどで人気回復を図りなんとか生き延びよう延命しようとしたわけですが力及ばず 倒れてしまったというところでしょうあるいは自分自身の政策判断や国家の未来ビジョンを作る能力にあまり自信がなかったために社交政治というかいろいろな人と会って交際をしたりすることで人気を得ようとして過労になったというようにも見えます陳氏もっこうして国家ビジョンを考えるよりは人と会って人気を取ろうという動き方をしたわけですしかし 客観的にはやはり能力的に限界がきていて引き時きを誤ったのではないかという感じがしますただ個人の無念を思うとあまりそのように言うのは酷な面もありますここ10年ほどで日本の首相は一体何人変わったでしょうか。すぐには数えられないほどで10人近くは変わっていると思いますなぜそんなに変わるのでしょうか それはやはりこの国がかなり大きくなり国際的にも影響力を持つようになったため一人の人間にとって一国のすべての頂点に立つという仕事は重すぎるのだと思いますそのため1年も持たないかあるいは12年で力が尽きてしまうということが続いています知識的にも見識的にも哲学的にも体力的にもそれだけのストック蓄積がなく アメリカの大統領のように4年間も持ちこたえられるほどの力がないのですそれだけの人材を作り出し送り出すことができないでいるということです逆に言えば1,2年で交代するぐらいの人ならたくさんいるということでもありますこのように一国を担えるだけの人材が出ないほど日本の政治が複雑化、高度化し難しくなっているということが言えます コップ半分の水をどう見るか以前、小渕元首相が国会で演説した言葉の中に巧妙思想でよく出てくるたとえ話がありましたそれは一つのコップの中に水が半分入っている場合に水が半分しかないという見方もあれば半分もあるという見方もあるというものですそして自分としては半分もあるという見方でいきたいのだ 巧明思想的な考えを述べていました国会の演説の中で珍しく通俗的な例えを引いていて官僚の作文とは思えないところがあったので個人的な意見がかなり入っていたのだと思いますこの例えは巧明思想の原点の部分に関わるものですコップの中の半分の水を半分しかないと見るか半分もあると見るかというものの見方によって 人生観が変わりこう不幸も変わってくるということは個人においては言えると思います皆さんも自分が持っていないものについて考えると悩みが増えて不幸感覚が強まるけれども持っているものの方に焦点を当てると幸福感が高まるということは当然あるでしょうこれは巧妙思想の出発点の一つです与えられていることに感謝するということは 宗教的な観点から言ええば、十分ににご利益ののあああるる考え方でではあります。す。ただ、ここに一つ落とし穴があるのです自分はこういう見方をするというのは個人としては良いのですが例えば一国の政治を預かる者や一国とは言わないまでも従業員が100人以上の会社や大きな組織などを預かる者としてはコップに半分しか水がないという事実そのものは 変えるここととがでできななないいを見逃してはならないのです考え方一つでどうにでもなるという言い方は個人の主観としては良いのですが組織の上に立つ者の,の判断としては問題があります半分しかないと見るか半分もあると見るかということは主観的にはそのように変化しますが客観的事実は変化しないという点を見逃した時に組織のリーダーとしては 致命的な失敗を犯すことがあるのです。太平洋戦争での日本軍の失敗そうした失敗をもたらすものの一つが、戦争で言うと、例えば兵隊を無視する思想です。コップに半分も水がある、という考え方を突き詰めていくと、先の太平洋戦争の時の日本軍の考え方につながるものがあります。 南方戦線で軍を展開する際に大本営の参謀はジャングルなのだから食料などいくらでも調達できるなどと自分は言ったことがないのに平気で考えたのです実際にそこで生活したことがあって言うのなら結構ですが地図上で見ただけで熱帯のジャングルなのだから飲み物も食べ物もあるだろう現地で調達すればいくらでも戦えるなどと言ったわけですそのため 兵隊たちは地獄の中をさまようわなければいけなくなりました南太平洋の島ガダルカナル島では戦いと飢えと病で実に日本兵2万人が死にました現地の状況を知っている人が言うのなら良いのですが知らない人が言うと大変なことになるのですまたインド独立軍を助けるためにインパールのイギリス軍を攻撃するインパール作戦というものがありましたが このビルマからアラカン山脈を越えてインドに入る作戦では兵隊たちはほとんど食料の調達計画もなしに「大丈夫だ精神力で突破せよ」などと言われてひどい苦しみの中を行軍し約3万人もの死者が出ました精神論においてはこういう気丈の空論がよく起きるのですまた太平洋戦争では日本はアメリカの物量作戦に負けた という考え方もありますが、原因を探っていくと、やはり情報戦で敗れた部分が大きいのです。アメリカ側はレーダーを完全に装備していて、日本の軍艦や飛行機の位置がわかるのですが、日本側は相手の位置がわからないわけです。それでは普通は勝てません。日本は情報戦ですでに敗れていたのです。実はレーダーの原型にあたるものは、 日本人が先に開発していたにもかかわらず日本側はその重要性が理解できずむしろアメリカの方がそれを発展させたのですさらに日本は真珠湾攻撃で空母を中心とする機動部隊にあれだけの力があることを実証したわけですがアメリカがそれに学んだのに対し日本はそれに十分に学ばず相変わらず戦艦中心の考え方をしていましたそして その戦艦も惜しい惜しいと沈められないように一生懸命に温存していたようなところがありますこのように物事は考え方一つでどうにでもなると言っても結局客観的な事実や技術レベルの差考え方のレベルの差などは埋められないものがあるのです安易な考え方は悪を呼ぶコップ一杯の水ということであれば ごく平凡な問題になりますが大勢の軍隊が移動する際の食料ということで考えた場合には非常に大きな問題になります食料の量によって何人が何日間行軍できるかということはだいたい計算が立ちますそれを計算しない人が指揮を執ったならばいくら考え方一つだと言ってもそれは死の行進になるはずです考え方一つだという思想は 個人の勇気づけには十分に使えるのですが、組織という面では違ってきます。どのくらい持ちこたえられるかを計算することは、単なる臆病の論理や巧明思想に対する暗黒思想とは違います。それは知恵の部分にあたるのです。例えば、地震などの天変地異には、当然、人身の荒廃や天上界の怒りも影響はしますが、その被害を小さくするためには、少なくとも、 耐震構造を持った建物や高速道路であることが必要です手抜き工事をしたものまで物心が加護することはありません物心はそこまでは考えていないのです壁の中にコンクリートが詰まっていなかったり鉄筋が入っていなかったりするのに奇跡によって救おうと力を尽くすような物心はいませんやはり一定の強度が必要なのですしたがって巧妙的なものの考え方は 個人を出発点とした時には非常に有用で大事なものですが大勢の人が生きあるいは戦い事業をし成功しなければいけないという局面においては安易な考え方が失敗につながり悪を呼ぶことがあるのです天国的な思想が地獄的なものに転化することもあるということを知らなければいけませんこの巧妙思想については谷口雅治の生命の実相を見ると やはり同じじような問題点があると感じます戦前の著書なのであまり挙げつらうのも気の毒かとは思いますが巧妙思想の例として「病気のことを思えば病気が来るから病気のことを思ってはいけない」ということが書いてあります確かにそういう面はあるでしょういつも病年を恥じし病気のことばかり心配しているようでは生産的な仕事はできませんただ 旅行中に病気になったら困るなどと考えて旅行に薬を持っていくような愚かなことをしてはいけないということまで書いてあるのです薬を携帯することは病気を招いているようなものだから旅行の際に薬を持っていってはいけないというのですしかし旅行に薬を持っていくことは良きことのみが来るという巧妙思想に対する悪いもののみが来るという暗黒思想的な考え方と 捉えるべきではないいと思います旅行の際にある程度の薬を携帯することは、前述した知恵の部分にあたります。病気になりたくて薬を持っていくわけではありません。旅先では、自宅の近くのような、あるいは海外であれば、日本国内にいるときのような良好な医療サービスを必ずしも受けられるわけではなく、また、自宅のようにいろいろな薬が常備されているわけでもないので、 備えとしてて持っていくのです薬を持っていくのは病気を招いているようなものだから「持たずに行きなさい」というのはある特定の個人に対して当てはまることはあるでしょうが統計的に確率で見た場合多くの人に当てはまるわけではありません。そのため指導者が国民全体に対して「皆さん旅行する時には薬を持たないようにしましょう」などといった場合には。 やはりり悪になることがありますそれは知恵の不足ですコップに半分も水があるではないかという言い方は個人としては良いのですがその考え方を国政のレベルに広げたらどうなるかということです国の借金はこんなにあるけれども国の資産もこれだけあるだから良いではないかという言い方では済まない面があるのですそれは無責任の論理になってしまいます 個人のレベルでは巧妙思想として発展的に見える考え方が組織や国家の運営のレベルになると悪になることもあるのでそこにはやはり客観的な目というものが必要だと思います。2知恵ののの力力を働かせる鉄鋼をカーーネギーの言葉の真意自分に能力がなくても、 自分の周りに能力のある人を集めれば良い仕事ができるという考え方があります。これは鉄鋼王のアンドリュー・カーネギーが実践した考え方であり、彼は自分の墓姫にもそうした意味の言葉を刻んでいます。自分には能力がなかったが、周りに有能な人を集めたので成功したというのは、確かに謙遜の言葉としては良いと思います。ただ当時は 今ほど学校教育が発達していなかったので優秀な人であっても良い学校を卒業していないことがよくありました彼が良い学校を卒業していないのはチャンスを得られなかっただけであり能力が低かったわけではないのです彼の謙遜の言葉を「どんな人でも能力の高い人を使えるのだ」という意味にとったならばそれは間違いになりますやはりそう簡単に人を使えるものではありません 能力の高い人を生かしきるためにはそれだけの知恵が必要ですまた努力も必要ですしシステムも必要です勇気の原理として巧妙思想的に使える考え方がある程度以上の規模のものにおいては甘えの論理になったり無責任の論理になったりすることもあるのです上に立つ者はこのことを厳しく受け止めなければいけません人間は自分の能力 蓄積、努力、それから自分を支える者の,の力総合力天の時地の利などいろいろなものを見定めていかなければならないのです組織が大きくなったらアアイデアを絞り込む。幸福の科学は十数年間さまざまな活動をしてきましたが初期の「怪」の規模が小さい頃はアイデアを思いついて実行したことはどんなことでも ほとんど成功しました企画したことはだいたい何をやっても成功しています始めたばかりの小さい時は何をやっても当たりどんな考え方を出しても成功したのですそして一定以上の規模になってからはアイデアをよく絞り込んで「これはいける」と思えるものだけを実行しそこまで煮詰めていない生煮えのものに関しては「これは時期尚早である」。 これはマイナスの部分が大きいからやめておこうなどと判断しやめることによって発展するということがよくありました小さいうちはどんどんアイデアを出し企画をしていればよかったとしても大きくなってからはは同じことででききなないのです大きくなるとアイデアを絞り込みよく練り込んで「これは大丈夫だ」「成功する」と思えるものをやれば成功しますがそこまで考えを詰めずに 思いつきでやるるとと失敗することが多くなります。一定以上の大きさになったらその責任の重さ判断の重さ影響力の大きさを考えなくてはいけませんそしてこれについては少し我慢してやめておこうこの企画をやりたいがこの人に任せても成功する可能性は低いだから時期を待ってもっと良い人材が入った時にやろうというように考えることです そのようにしててやめておくと、と失敗はほとんどないのです。組織には変化していく面があり組織の規模によってものの考え方がどんどん変わっていくので今年役に立った考え方が5年後や10年後に同じように役に立つかどうかは分からないのです知恵の力による守りと攻め個人の心の問題においては千年たっても 2000年経っても通用する考え方であっても大勢の人が一緒に考え行動していく場合や社会的影響力を持つ場合他の団体や組織との相互干渉がある場合などにおいては考え方をもっと煮詰めていかなければなりません例えば宗教団体にも職員がおり1年間に払わなければいけない給与の額は大体決まっています。これについて、て、例えば、今は古事記だって 飢え死にしない時代だから、半分の給与でも十分に生きていけるはずです、ということは可能です。しかし、そのように言って済むかどうかです。やはり、組織として、1年間に必要な給与を払えるだけの収入を得る努力は必要です。それをせずに、半分だって大丈夫です。今の日本では死にはしません。家賃を払わなければいけないとしても、大家さんと交渉すれば、 どうにでもなる問題でしょうと言って済むものではないのです短期的にはそういうこともあるかもしれません大家さんを説得したら「わかりました」「宗教的なことのために頑張っているのなら半年ぐらい家賃を免除しましょう」などと言ってくれることもあろうかと思いますそれを巧妙思想的な成功談として発表することも可能ではありますしかし大きな目で見ると やはりり知恵が足りません。それは前に述べたコップの水の問題や軍隊の食料の問題と同じです。これは世の中は悪くなる未来は暗くなるという暗黒思想的な考え方では必ずしもないのです。能天気な積極思考や能天気な巧妙思想は個人の内面としては許されますがそれを組織の論理とした場合には停滞の論理になったり。 努力しなないことの論理になったりして、弁になることがあるのです。これを単純に「未来は悪くなるしかないのだ」という考え方にとるべきではありませんそうではなく知恵の力を働かせなければいけないということなのです知恵の力によって守りも攻めも両方が機能するようにしなければいけません守り一本でも攻め一本でもダメで。 両方できるようにする必要があるのです3心の絵が実現しない場合もある自分を生かすことで他の人を害していないかさらに深く言えばこのことは個人にも当てはまるのです個人の心は自由であるとも言いましたが個人としてもやはり持って生まれた能力というものはあります 体力や頭脳、それから気質などです。性格は努力によって変えられる面もありますが、そう大きくは変わらないものです。性格そのものは、かなり生物体として決まっているところがあります。したがって、単に能天気な幸福論を唱えるのではなく、この性格、能力、体力で、またこの家族関係、友人関係、企業環境の中で、 自分にどれだけの仕事ができるかということをよく考えてみる必要があるのです自分に何ができるかどれだけのことができるかという自分のあるべき姿というものを考えることですそれは単なる空想や空理空論であってはいけません現実の能力や環境を冷静に見ていきその中で最大限に自分を生かす道を考えなければいけないのです そして、自分を生かす道だと思っているものが、他の人との関係において行き過ぎていないかどうかという点検が必要です。心の中に描いている絵が、非常にエゴイスティック・利己的なビジョンであって、他の人を害したり不幸にしたりするものでないかどうかということです。心の絵を実現しようとする場合には、自分一人のことだけではなく、他の人との関係も考える必要があるのです。 ヒトラーとチャーチルの念力合戦心の力心の法則として人間は自分が考えた通りの人間になる思った通りの人間になると言われています考え方のパターンとして心の中に一定の型を持っているとそのい型通りのものが出てくるのですそのため心に刻印したものは大体その通りに展開していきますしかし、か 考えた通りになるというのは自分だけではなく他の人も同じです他の人もまた心で考えた通りになるのです例えばドイツにヒトラーという人が出ましたが彼はナチスによる欧州支配ヨーロッパ帝国の建設ということを心の中のビジョンとして持っていたはずですそしてある程度まで成功しました心の中に思ったビジョンが ぐっっと広がっていきもう少しで戦争に勝ちそうになっていましたところがそこにもう一人イギリスにチャーチルという人が出てきましたそしてナチスは悪である徹底的に戦い断固としてあの野心を叩き潰すという心の絵を描きますその結果ヒトラーの「欧州支配」という心の絵とチャーチルの「打倒ヒトラー」「ファシズムは絶対に許さない」 という心の絵が共に広がってきてぶつかりました双方とも大きな力があったので大勢の人の心を支配してぶつかったのです客観的に見るとこれは魔術師同士マジシャン同士の戦いのようなものでしょうはっきり言えば念力合戦ですこれだけの人になると何百万人あるいは何千万人もの人の心を支配する力があります そういういマジシャン同士がお互いに心に絵を描いてぶつかり合い念力合戦が始まったわけですこのような時には一方が干渉する形にはなかなかなりません10対1ぐらいの力の差があれば一方が干渉するでしょうがなかなかそうはならないのです自分が心の絵を描いても強い念力を持った相手が出てくるとそれは必ず崩されるのです 心の中の絵は善悪にかかわらず実現するとも言われていますし個人的な問題においては確かにそのように見えますしかし善悪の論理なしに思ったことが全て実現するかといえばそうではありません泥棒や強盗が人を殺したり金品を持って逃げたりすることを心に思ってある程度それができたとしてももう一方で警察の方も その泥棒や強盗を捕まえるという心の絵を持って追い回しますそのようにもう一つの力が働いてくるのですそのため一定の範囲で犯罪を犯すことはできてもそれを犯し続けることはできませんその人を捕まえようというもう一つの心の絵を持った人たちの念波が働いてくるわけです世の中には反対の勢力というものがあり 反対の思いを持っている人たちがいるので野心家がいてもその心のビジョンはなかなか完全に最後までは実現しないのです悪に対しては抑止力が働く心の中のビジョンが必ずしも実現しない場合としてヒトラーの例を挙げましたが日本で言えば王教の教祖も同様でしょう。彼は 自分を不当に扱った父母と同じように社会は自分を虐げ受け入れなかったと考え社会に対する復讐の思いを心の中に持っていましたそしてその思いをインドの破壊の神であるシバ神に託し「自分はシバという破壊の神の生まれ変わりなのだ」という宗教的理屈をつけて復讐を成し遂げようとしたのですその復讐の思いは国家へと向かい彼は国家を支配したい という征服欲を持ったわけです過去にはそういう念を持って成功した人もいるのでそれは必ずしも失敗するとは限らないのですがもう一方でその人がそういう念を持っていることを見抜く人がいた場合にはその心の絵は実現しなくなります。私はすでに1991年頃から王郷の考えていることが分かっていたのであの教団は間違っている。 という批判をずいぶん発信しましまた彼らが犯罪を犯していることも分かっていましたそれについてはマスコミの取材を受けて答えているのでマスコミの一部の人たちも知っているはずですこのようにある人が心の中で考えていることを見抜く人が出てきて見抜いた人がそれを打ち消すだけの力を持っていた場合にはその実現は阻止されます心に思ったことは ある程度は実現しますが対抗する念力が出てきた場合にはお互いに打ち消しあったり自分の念の影響が小さくなったり相手の念に負けてしまったりすることがあるのです例えば皆さんが今から家の外に出て何か犯罪を犯そうと思えば犯すことは可能だろうと思います。突如を振りり上げて、人のの頭に殴りかかったら、不意打ちなので、 ほとんどの人は避けきれないでしょうたとえ剣道の達人でもまさか路上でいきなり頭を殴られるとは思っていないので防げずに棒が見事に当たってしまうかもしれませんしかし皆さんはたちまち何人かの人に取り押さえられそうした行為を続けることはできなくなるでしょうしたがって善悪にかかわらず思ったことは実現すると言っても実際には必ずしもそうはなりません 社会においては大勢の人が悪は実現させまじと思っているので悪の場合はその早い遅いはありますが必ず抑止力が働いてきてなかなか思う通りにはならないのです4経営におけるあるべき姿自己実現が止まるときそれでは善の場合はどうでしょうかその善が、 本人にとっててののみの善であり、個人として行き過ぎた場合にどうなるかを考えてみましょう。例えば店の経営ということでいえば店が繁盛することは個人にとっては良いことであり善ですがその店が大きくなっていくことが本当に良いことかどうかということです他の店と比べて質の悪い品を高く売ろうとしている店が勝ったような場合それは悪に転嫁します。 1軒だけでやっているならまだしも店舗を増やし他の弱い店や良心的な店を潰していくということになれば悪に転嫁することになるのですそのためそうした自己実現は止まるでしょうまた知恵が足りない場合にもやはり自己実現が止まることがあります以前「おしん」というテレビドラマがありましたがそうしたことが感じられる内容ですおしんは、 テーマ自体は「家福はあざなえる縄のごとし」ということのようであり辛くても一生懸命に努力していればやがて暮らしも良くなっていくしかし慢心して環境に甘えているとまたどん底に落ちるそういうことが繰り返し起きるというストーリーですそのドラマの中で主人公の経営していたスーパーが息子の代で潰れてしまうという話がありました実際に おのモデルになった某スーパーは海外に進出しましたが上海あたりで潰れ経営者も拘置所に入ってしまいましたドラマで予言されたような結果が出てしまったのですそれでは某スーパーはどこに問題があったのでしょうかそのスーパーは一定の段階までは成功しましたその背景に巧妙思想があったことは間違いありませんただ、戦後は 経済発展の追い風があったので、小さな小売店が大きなスーパーへと成長していくことは、自然な成功の流れだったのです。しかし、同じようなスーパーがたくさんできて、それが普通になってくると、スーパー同士の力比べ、商品力や経営力などの力比べが始まって、心の絵が必ずしも実現しなくなってきたわけです。電気産業でもそうです。 戦後のの発展の流れに乗りどのような企業でもパッと広がって大きくなったのですが一定以上に大きくなると他社とぶつかり合うようになりましたコンピュータが普及していない時代にはコンピュータは計算機にしかならないと思われていましたがコンピュータがいろいろなことに対応できるようになってくるとコンピュータ産業はだんだん大きくなっていきましたところがどどんどん儲かって 無限に発展するかと思えばそうではなく、他にも同じようなものが出てきてどちらが優れているかという競争が起き弱いものは破れていくことになったのですこのように思いはある程度実現するものであり追い風が吹いている時にはうまくいくのですが不況になったりライバルが出てきたりして潰れてしまうということもありますこれを知っていることも知恵なのです 自分に甘い巧妙思想は失敗を招くおしんのモデルになった某スーパーは S の家型の巧妙思想を経営に取り入れており日本において地方ではある程度の成功を収めましたしかし東京には店を出すことができませんでしたここに東京に店を出すことができないものが海外で成功できるかどうかというテーマがあります そののスーパーパは、かつててブラジルでで失敗しているのですが、懲りずにアジアに進出ししして、ままた失敗しました。失敗アアジアは発展途上にあり日本の地方と似たようなものだからまだまだいけると思っていたわけですが実際に進出してみると向こうの人ももっと良い品物が欲しいと考えより大手の進出を望んだのでそうしたところが進出したところ破れてしまったのです。 巧妙思想的に考えれば中国は人口が12億もあるのでいくらでも顧客が増えて無限の発展ができるだろうということになります日本は1億2500万人しかいないけれども中国は10倍の12億人もいるのでマーケットの規模が全然違うだからいくらでも発展できるはずだと思うわけですところが中国のドキュメンタリー番組などを見ると 働き者のの〇〇さんは1年間の収入が2万円ですすなどと言っています人口が日本の10倍あったとしても年収が2万円ぐらいの人はそんなに品物を買えるはずがありません日本のように年収が数百万円になるまでには相当な年月がかかりますそれを考えずに大規模な設備投資をしたら潰れてしまうのは当然ですこれは 単ななる思想的な欠陥でであり、知恵の不足です。読みを誤ったために起きたことなのですもし私がスーパーの経営者であれば地方で成功したのですぐに海外に進出するという考えには反対します東京で成功しなければ海外での成功は無理だというでしょう情報があまり伝わらない時代であれば大丈夫なのですが現在は 情報が世界を駆け巡っている時代であり外国の人もより良い商品を求めているのです日本であれば東京で勝てるものが最高のものなのです東京で勝てないもの東京に店を出せないものが海外を席巻できるかといえばできませんそういうものが海外に進出しても東京で勝っているものが進出してきたら負けることは明らかですそれは 無理をしているる部分があるのです発展の思想は自分に甘くなり無理をすると発展どころか倒産の思想になることもあるわけですこの辺の道理はよくよく考えなければいけません主観観と客のの両方の目で見る一般的には善を思えば善が来るし発展を思えば発展が来ます。しかしか社会においては 他のの人々と共存しているのであり、自分だけでなく他の人々もまた幸福を求めて生きているのだということを忘れてはいけません例えば人々が「良い店から良い品を買いたい」と思っている時に「自分の店だけが最高だ」と言ってもそれが客観的なものかどうかが問われます客観的に見てそうであるならばそのように言っても良いでしょうが他の店もやはり 最高のものを求めて努力しているのですしたがって自分の力を客観的に見てどこまでが正当な発展であってどこからが我欲になるかという境界を見極めることが大切です良いものであったとしても能力の限界を超えたときにはそれは知りしよくと変わらなくなりますこれを知らなくてはなりませんそのように個人においても組織を率いる者においても 常に主観と客観の両方の目を持って見ていく必要があるのです。コップの中の水を半分しかないと思えば心が暗くなり、半分もあると思えば心が明るくなることは事実です。しかし、大勢の人が水を飲みたいということになれば、話は全然違ってきます。自分一人ならコップに半分もあれば十分かもしれませんが、 大勢の人が水を飲みたいという状況であれば、そこに計算が必要です。一人で何リットルも水を飲みたいという人はいないでしょうから、一人当たり、コップ一杯の水があれば十分でしょう。そこで、人数がどれだけいるかを見れば、必要な水の量がわかります。それを整えることができるかどうかは、上に立つものとしての見識です。この見識を持たずして、 甘い見通しで押し通してはならないのです国家のレベルでは指導者はそれ相応の能力を必要とされますが会社などの小さなレベルでもそれは同じです会社を起こす場合大抵それは社長一人の力でなされます中小企業の場合は90%以上は社長の力です社長の才覚創意工夫アイデアによって企業は生まれ 成長していきますしかしその社長の能力の限界によって会社は潰れてしまうものなのです会社が一定以上の大きさになったら社長は自分の能力の限界をよく知り自分と自分を補佐する人の力でやっていけるかどうかを考えなくてはなりません補佐する人の力を合わせてもやっていける部分とやっていけない部分があるのでその限界がどこにあるかを 見極める必要があるのですまた時代の流れとしてその産業が追い風の産業であるかどうかということもあります公共時には下手な経営者というものはほとんどいませんどんなことをしても売れるからですやはり不況時に強いものこそが本当に良いもの本当に強いものだと言えるのです五実力の範囲内で生きる 銀行も借金経営をしていた時代は今長い不況に入っていて潰れる企業が数多くあります大企業も官庁もリストラがどんどん進んでいます一見失業者が増えて大変なようですがこれはある意味ではありがたいことでもあるのです不要なもの贅肉の部分が今より分けられているのでありそれは良いことだと思います あまり努力をしなくても成功できた人たち毎年一つ年を取れば給料が上がった人たちがそうはならなくなってきました自然に収入が増えた企業もそうはならなくなってきました銀行に関しても倒れるところが出てきて初めて分かった真実がありますそれは銀行もまた借金経営をしていたということです銀行は国民から預金を集めていますが これは国民から借金をしているということなのです。大きな銀行は何十兆円も借金をしているわけです。例えば30兆円の預金があるとすると、それは30兆円の借金があるということです。しかも、その利子を払わなければいけないのです。しかし、経済全体の規模が大きくなって、預金が35兆円なり40兆円になっていけば、つまり借金をもっと増やせば、 元の借金を返せますこうしたことを繰り返して戦後発展してきたのが実は日本の銀行業の正体であることが分かったのです商社なども何兆円もの大量の借金で商売を回してきました元本は返さずに資金をうまく回転させながら銀行に支払う利息分以上の光線が得られ利益が上がり従業員に給料を払えたらそれで良かったのです しかしそれもうまくいかなくなってきました銀行もそれと同じであったことが明らかになったわけですそのため経済全体が膨らまなくなってくると銀行は借金である預金の利子が払えなくなりゼロに近い預金利息で国民に我慢してもらわざるを得なくなりましたそれは今までは単にお金を回転させていただけであって付加価値がなかったことを意味しています そういうい現実に直面したのです銀行業としての付加価値は何であるかといえばまだ海のものとも山のものともわからないような小さな企業などに融資をしそれを育てることですその結果それを大企業にすることができたら付加価値を生んだことになります無から有を生んだわけですからそれは銀行に力があったということになるでしょうしかし 銀行はそうした能力を磨いてこなかったのですこのように今までは単なる右肩上がりであったために内容を厳しくチェックされることのなかったものが今否定されてきていますそれは役所も同じです見直しの時期が来て知恵の出現が必要とされているのです借金による国家運営の限界国家においても やはり赤字ばかりで運営できるはずがありません個人でも借金ばかりではやっていけないでしょうある程度まではやれなくもありませんがサラ金などからたくさん借金をしていると最後は破産して一家心中か夜逃げをすることにもなりかねません企業でも一定以上の借金をしたら潰れます国家についてもそれと同じなのです国家が借金をしている場合 それに見合ううだけの有用な仕事ががでできているかどうかど問題です。目先の1年か2年だけ景気が良ければいいという考えでやっているならやはり根本思想が誤っていると言わざるを得ませんアメリカもクリントン政権の時代に10年近くもずっと景気が良い双子の赤字の一つである財政赤字がなくなったなどと言っていましたが実際はそうとばかりは言えないでしょう。 国家全体として見たらアメリカは借金漬けです高金利にして海外特に日本からお金をどんどん呼び入れてその借金で消費経済を起こし景気を上げていましたが国家としては債務国です国家の収支としては赤字でありアメリカの国民は働かずして浪費しているのは間違いありませんしたがっていずれ厳しい状況が来ることになるでしょう今のアメリカは 美食をして肥満が続いているような状態にあります肥満して体力が増えたように思っているけれども実は内臓が弱っているということですいつまでも収入以上の生活を続けることはできません本来そういうことはありえないことだからですアメリカにはやがて深刻な危機が忍び寄ってくることが予見されますやはり実力の範囲内で生きていくことが大事なのです 6知恵からの中道あるべき姿ということを述べてきましたがこれは個人においても組織においてもあるいは国家においても当てはまることです極端なバブル型の理想の姿ではなくあるべき姿とは何であるかということを考えていただきたいのですそれは一方的に自分に甘い姿でもなく 一方的に自分に厳しい姿でもありません一方的に自分の会社に有利な考えでもなく一方的に自分の会社に不利な考えでもありません病気は全くないと言い切るようなことでもなければ必ず病気になるのだというようなことでもありません知恵というものを介在させ知恵の力によって知恵からの中道を考えなければいけないのですあくまでも 実力の範囲内で生きていくことです欲が過ぎたものは滅びまた欲がないものも滅びます生きていく欲がないもの生きていく力がないものも滅びていきますがまた欲が過ぎたものも必ず滅びるのですそれが法則です知恵を介在させて自分というものをよく見つめることです自分の所属する組織の力をよく見極めることです そして、環境の変化の中で生きていく力を持たなければいけません。それは、個人においても、一国の総理においても当てはまることです。その思想の限界は、必ず結果として現れてくるのです。あるべき姿というものを見つめていただきたいと思います。